リニア中央新幹線と大井川の水をめぐる問題が重要な局面を迎えています。昨日、リニア中央新幹線の工事をめぐって専門家による有識者会議が開かれました。山梨県との県境付近でトンネルを掘る間、どのようにして県外に流れ出た水を静岡側に戻すかを協議しています。10年、20年で戻すというのは、それを戻したことにならない。10年、20年かけて戻しますというのは、これはおそらくほとんどの方、県民の意見としてということになりますけど、まずはそれはないでしょうというのが普通の感覚じゃないかなと。会議に参加した県の難波副知事が普通の感覚ではないと疑問視したのは、水を戻すために必要な期間です。 JR 東海は会議の後で、県外に流れ出た湧き水を大井川に戻すには10年から20年かかることを明らかにしました。リニアのトンネルを県境付近で掘るおよそ10ヶ月の間、山梨県側に流れ出る湧き水の量は3万トンから500万トンほどになると想定、300万トンから500万トンほどになると想定、 JR 東海は同じ量を静岡へ戻せると提案していました。では山梨県から戻せる湧き水の量はどのくらいなのか。 JR 東海は昨日、トンネルの長さ1キロあたり年間24万トンだと説明。300万トンから500万トンを戻すとなると、単純な割り算で10年から20年かかる計算です。川勝知事は昨日の会議を受けて改めて厳しい姿勢を示しました。この南アルプスのトンネル工事を実際にするというのに対しては、黄色信号が灯ったなと、極めて赤に近い黄色信号、10年以上20年近くかけてですね、戻すんだというのは非現実的ですね。具体的な年数が示されたことで、県外流出の問題はさらに長期化しそうです。一方、大井川流域のトップは先週末、 JR 東海と面会しました。島田市の染谷市長らが JR 東海に要望書を手渡しました。有識者会議において分かりやすいデータを提示し、流域住民に分かりやすい説明をされること。要望書では、住民の理解と協力なしにトンネル掘削工事に着手しないことなどを要求しました。流域の皆様方のご理解をいただいた上で、トンネルの掘削工事が着手しているということでございまして、こうした形で、フェイスフェイスの形で、ぜひ皆様方の率直なお話を直にお伺いし、今後意見交換ができればいいなと、このように思っております。この問題で流域市町のトップと JR 東海の幹部が会うのは、実は今回が初めてでした。 JR 側が地元に理解をしてもらうことが重要なのですが、県が交渉の窓口となっているため、難しいのが実情です。私ども流域としてはですね、やはり説明はしっかりと早く聞きたいとも思っています。流域の住民はまだ一度も地元で説明会も開催していただいておりませんし。島田市の染谷市長が説明を聞きたいとした一方で、藤枝市の北村市長の考えは少し違いました。我々は直接今まで JR さんとは話していませんが、我々の意見を代表して県がいろいろやってくれているという認識で今我々はいるわけです。これからも会いたい。会ってもしょうがないですね。まだ県とやってるんですから。JR 東海との距離感も自治体によって温度差があるようです。流域の市町部長さんというのは、最もその大井川の、いろんな環境、そして水資源に近い方々なので、
まあ、そういった方々の声をお聞きするというのは大変重要なことだと思ってますし、それはぜひこれからもそういう機会がいただけるように尽くしていきたいと思います。 JR 側が地元に対して今後丁寧に説明できるのか、重要な課題です。